私の名前はカリン、保育士をしている。大変だけどとても充実した毎日だ。私にも保育園に通う息子がいるから、子供と接するのには慣れている。家でも仕事でも小さい子の相手をする日々だ。と言っても自分のことよその子ではまた違うのだけれど、そんな私にもただ一つの悩みの種が。カリンさん、仕事終わったし一緒にレストラン行きましょう。小山さん、悪いけど私保育園に子供を預けてるから、これから迎えに行かなきゃならないの。誠くんだっけ？大丈夫よ、その子も連れてきたら。うちの子と仲いいじゃない。この人は同じ園で保育士をしている小山さん。自分の勤め先の園に自分の子供を預けるのはみんなからよく思われていないのだが、そんなことは関係なく、娘のあずきちゃんをこの保育園に預けている。ねえ、いいじゃない、行きましょね。この子も誠くんと会えるのを楽しみにしてるの。うん、わかりました。小山さんはこうして私をよく食事に誘ってくる。ついててよかったわね。小山さん、今日はちゃんと自分の分は自分で払ってくださいね。あらら、失礼しちゃう。私そんなにカリンさんにごちそうになってる？毎回です。本当ちゃんと返してくださいよ。はーい、レストラン、レストラン。誠はレストラン大好きだものね。うん、母ちゃんの料理より美味しい。悪かったわね、どうせプロにはかないませんよ。誠くんは何食べたい？ハンバーグにカレーライスにステーキにスパゲッティに。食べ過ぎっぽいに。一つにしようね、誠。私たちはドリンクバーだけにしましょうね。うん。え？でもあずきちゃんもお腹空かせてたみたいですし、頼んであげた方が。何よ、うちの勝手でしょ、口出ししないでくれる。でもそんなに言うなら、あんたが頼んでくれればいいじゃない。え？何よ、あんなに言っといて、自分の園の子が一人だけお腹空かせてて平気なわけ？何言ってるの、あなたの子でしょ。母ちゃん、俺決めた、スペシャルハンバーグにする。あ、いいわね。じゃあママもそれにしよっか。あら、いいわね。あずきももらったら？いいよ。ちょっと勝手に決めないでください。あら、カリン先生ったら、誠くんと自分だけ食べるんですって。ひどいわね、こいつ。何やってんだよおばちゃん、あずきちゃんがかわいそうだよ。自分で買えばいいじゃん、大人は子供を養うものなんだよ。なんの甘いっけ、口出しするんじゃないの。あずきちゃんの分もハンバーグ頼んであげるよ。いいです、そんな。子供が遠慮なんかしちゃダメよ、その代わりに他の子には内緒ね。そうよあずき、代わりに先生に遠慮なんかする必要ないわよ。あんたが言うな。結局私はあずきちゃんの分のハンバーグもご馳走してあげることにした。お待たせしました、スペシャルハンバーグです。わー、おいしい。ありがとう、カリン先生。よかったわね。小山さんはいつもこうやって子供を利用して私におごらせるのだ。利用されているだけだと分かっていても、あずきちゃんに辛い思いをさせるのは嫌だし。まあ、大きいハンバーグね。お母さんにも分けてくれない？お母さんだけご飯ないのよ。だからね。いいよ。あずきちゃん、バイバーイ。バイバーイ。ハンバーグ美味しかった。今度はいつあずきちゃんに会えるかな。誠はあずきちゃん好きなの？うん、だって可愛いし。女の子好きね。一体誰に似たのかしら。私はあんまり小山さんと関わりたくないんだけどな。それでもあずきちゃんのことが気になってつい関わってしまう。それからしばらく経った頃、夫の仕事の都合で転勤することになりました。娘も転園します。そうなんだ。でもよかった、これで小山さんから解放される。あずきちゃんのことは心配だけど。よかった、もう小山さんにつきまとわれなくなると思うと。本当ね、あずきちゃんがかわいそうでならなかったわ。あの人、他の人にもたかってたのか。ところが引っ越した後も。カリンさん、今ハンバーガー店にいるんだけど会わない？え？お母さん、お腹空いたよ。いつ注文するの？もうお店に来てずいぶん経つよ。もうちょっと、カリンさんたちが来るまで我慢してね。あずきちゃん、あずきちゃんのおばちゃんから電話。僕あずきちゃんに会いたい。
ねえ、行こうよ。わかったわ。今すぐ行きます。はーい、久しぶりにあずきちゃんに会える。ほんと待ってるわね。無邪気に喜ぶ我が子の顔を見てると複雑な気持ちになるな。まことくん、あずきちゃん久しぶり。ふっ、遅いじゃない。いきなり呼びつけておいて何よその態度は。こんなところしか空いてなかったのよね。はーい、僕ハンバーガー大好き。照り焼きバーガーにトリプルバーガーにチキンバーガーにチーズバーガーに。一つにしなさい。私はダブルバーガーにしようかしら。お母さん、私も食べたい。あらやだ、お母さん今日あまり持ち合わせないかも。カリン先生に買ってもらおうね。ちょっと何勝手に決めてるんですか。あら、自分の縁の子じゃなくなったとったん他人行儀ね。ひどいわね。この子がお腹空かせていても平気だなんて。どの口がそれを言うの。お待たせいたしました、こちらトリプルバーガーセットです。やったー。いいの、私も食べたいな。でもあずきちゃんを放っておくことなんてできない。あずきちゃん、何でも好きなものを買ってあげるよ。でもカリン先生のお金が。子供がそんなこと気にしないの。カリン先生お金持ちだからね。遠慮なく言って。ありがとうございます。じゃあフィッシュバーガーを。僕ポテト分けてあげるよ。ありがとう。あらあら、さっきから探してるけどなんだか財布忘れちゃったみたい。カリンさん、悪いけど私の分のハンバーガーもおごってくれない。店に来て財布を忘れたって、某日曜アニメじゃないんだから全然愉快じゃないっつーの。さっき言ってたわよね、お金持ちだって。それはあずきちゃんを安心させるために言ったんであって。なに、保育士は子供と母親両方のためにいるんじゃないの。あずきの分を買ってくれたんだから私の分だって買ってくれていいじゃないの。大した違いはないでしょ。たかが数百円の差でしょ。毎回お金出してきたじゃないですか。悪いですけどお断りします。冷たいね。カリン先生ごめんなさい。ママ子供たちの前で言い争う姿見せたくない。わかりました、出しますよ。うん、悪いわね。結局私は全員分の食事代を払うことに。小山さんは追加で勝手にサラダやジュースポテトなども頼んだので余計にお金がかかった。見間違いでなければ小山さんのカバンから財布のようなものが見えた気がするけど。見なかったことにした方が幸せっぽいに。それから1週間後。カリンさん、今フレンチソプラノにあずきと一緒にいるのよ。よかったら一緒に食事しない。え、フレンチソプラノってあの高級フレンチの。悪いですが夕食の準備中なのでお断りします。いいじゃない、どうせカリン先生の夕食はレトルト食品の多い手抜き料理でしょ。つぼしだっぽいに。無理ですって、そんな高いお店行けません。小山さんのことだからきっとまた私におごらせようとしてるに決まってる。いいの、断って。はあ、私酒癖悪いの。カリン先生が来てくれないと酔って小豆を置いていっちゃうかも。私に決まってる。だけどもし本当にそんなことになったら置いていかれるかもしれない小豆ちゃんを放っておくことはできない。わかったわ、これで本当に最後ですからね。ありがとう。こうして私は小山さんに言われるがまま指定されたお店に行くことになった。さすが高級レストラン、雰囲気が違うわね。広い。カーリーさんたち、こっちよ。おいしそう、たくさん食べなきゃ。ムニエルにフォアグラにオニオンスープに。まこと、今日は特に食べ過ぎるのやめてね、ママのお財布のために。すみません、一番高いコースにしていただけますか。おいしい、さすが高級フレンチね。おごってもらえると思って食べまくってる。まことも便乗してるし。このワインください。え、それ何万もする一番高いワインだけど。ルネッサンス、こんなのとても払えないわ。小山さん、食べるだけ食べて寝ちゃった。小山さん起きてください、もう帰る時間ですよ。お母さん帰るわよ、
いいんじゃない？もうおばちゃんは気持ちよさそうだし、このまま寝かせといてあげよう。もう帰りたいよ。あずきちゃんと。あずきちゃん、先生のお家に行こうか。先生の？うん、まだお父さんもお仕事でしょ。僕もあずきちゃんと遊びたい。うん、行く。こうして私はあずきちゃんを連れて帰宅した。あ、一番星見つけた。ほんとだ。それから3時間後。お客様、お客様、こんなところで寝られては困ります。うるさいわね。あれ、あずきもかりんさんもまことくんもいない。みんなトイレにでも行ったのかしら。もうこんな時間、そろそろ帰らなきゃ。それにしてもかりんさんたちどこにいるのかしら。もう閉店時間ですし、そろそろお会計を。うるさいわね。払えばいいんでしょ。払えば。かしこまりました。20万円になります。払ってやるわよ。あ、もしもし、かりんさん、今どこにいるの？お会計言われてるわよ。それで？それでって、早く払ってよ、20万円分。無理です。無理って、そんなことないでしょ。今どこよ、もう閉店時間なんだって。私たち3時間前に帰ってきたわよ。え？だって小山さん、いくら起こしても起きないもの。あ、あずきちゃんはこちらで預かってますから、ご心配なく。そんなことよりお会計は？そんなこと？我が子の無事よりお金の心配ですか？もちろん、私たちが頼んだ分は払って帰りましたよ。そんな、戻ってきなさいよ。知りません。自分で食べた分くらい自分で払ってください。そんな、払えないわよ。こっちは財布も持ってきてないのよ。財布持ってきてない？高級フレンチなのに。だって、かりんさんがおごってくれると思ったんだもの。責任取ってあなたが払ってよ。責任？責任取るのはあなたでしょ。自分で食べた分くらい自分で払ってください。あと、こんなことに子供を巻き込むのはもうやめてください。じゃ、ちょっと。お客さん、払えないんですか？結局小山さんは泣く泣く自分の旦那さんに電話したそうだ。かりん先生のせいだと言い訳しながら。そんな言い分が通るはずもなく、旦那さんは大激怒。一体何をやってるんだお前は。さらに小山さんがあずきちゃんにどんな仕打ちをしていたかも旦那さんの知るところとなった。もちろん私へのたかり行為のことも。旦那さんがうちにあずきちゃんを迎えに来た時、全て話したのだ。うちの妻が本当に申し訳ございませんでした。旦那さんは何度も頭を下げて謝ってくれた。かりんさんから全て聞いたぞ。娘を利用してよそ様におごらせるなんて、お前は最低な母親だ。20万円は払ってやったが、それは手切れ金だ。もう一緒にはいられない。小豆に悪影響だから、お前とは離婚する。そんな、許してよ。ねえ、小豆はお母さんと一緒にいたいわよね。かりん先生に美味しいものごちそうしてもらえて嬉しかったわよね。だった。え、私ずっと嫌だった。お腹空いたのにお母さんに食べさせてもらえないのも、かりん先生やまことくんに迷惑かけるのもずっと嫌だったの。もうあんな悪いことはしたくない。お母さんとなんかずっといたくない。そんな。こうして小山さん夫婦は離婚。親権は元旦那さんが持つことに。今回のことが保護者や同僚たちに知れ渡り、小山さんはやがて退職していったらしい。職場でもたかり行為をしていた小山さんの味方はおらず、引き止める人は誰もいなかったのだとか。私も小山さんにたかられることはなくなり、平和に暮らしている。あのね、僕の保育園に転入生が来たんだよ。へー、どんな子？次のお休みにうちに来ることになったんだ。え、もうあんた勝手に。次のお休み、誰か来たぷによ。あの、お邪魔します。あずきちゃん、この近所に引っ越してきたの？うん。ええ、仕事の関係で。もう今のところ転勤の予定はないので、しばらくこちらで暮らすことになりました。
ご挨拶もできなくてすみません。いえいえ、そんな。ごめんなさい。今までかりん先生にもまことくんにも迷惑かけて。そんなこと、あずきちゃんのせいじゃないよ。それよりお母さんいなくなって大丈夫？うん、お父さんがとっても優しくしてくれるから。よかった。また困ったことがあれば僕が助けてあげるからね。あ、うん。あらら、この年の女の子惚れさせちゃって。まったく誰に似たんだか。よっすー、かりんです。動画を最後まで見てくれてセンキュー。つーか、このあたいに金たかるとか超いい度胸って感じじゃない？マジで痛い目見せられてすっきりしたっていうか、なんならあたいらの分も払ってほしかったくらいなんだけどって感じ。よかったらみんなも動画の感想コメント欄でよろしくね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もしっかりオンにしてちょうだい。それじゃ、バイ、センキュー。